今日フェットサル行かないの？ああ、エザルさん、いいっすよ。とりあえずあれブルりました。よくわからんかったな、あれ。なんで今頃出てきたの？謎。分からないでしょ、どんだけ電源がかかってるから。いや、だってミロが寒がってるから、下にいると。ミロ関係ないよ、あんたの部屋全然見ない。いや、だからこっちの部屋に来るんだって。関係ないし、全然。関係あるし。ミロのせいにせんでくれ。俺のせいにもせんでくれ。ミロのせいにせんでくちゃんと野菜飯は食うんだって当たり前じゃないですか。外食したらいいもん食っちゃうんで。俺は今日もう8時になったら出るよ。ちゃんと返してよ、お金。うん、もう本当だよ。はい、了解。食費払ってないです。別に食べさせてもらわなくてもいいですけどね、全然。よくそれ言われるんですけど、別に僕外食でもいいと思ってるんで。まあ、だから作ってくれていいから食べるだけ。方言はアーフ。なんなら本当は外食の方がいいんだけど。外食は病気になるよ。もうなってんだろ。野菜食べらんと。野菜、野菜なんかないじゃん。これ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 、野菜。あれだ、あの黒電話ください。こんばんは。豆腐ハンバーグ、パーグ。これ豆腐ハンバーグじゃん。マジでペラフ。冷たいうちなくて、煎茶ってやつだよね。
麦茶なんかいらないからね、この寒い時に。もうほんと持ってるんだな、あの梅昆布茶だけど。か、出西釜茶。なんだそれ。いや、出西釜茶。出西釜茶ってなんだ。そんなもんないよ。あるし。はぁ、はぁ、出西生姜茶。あ、だからそれだって。生姜茶なんか聞いたことないけど。でもなんか氷川町でシュットの方が出西生姜ってのを作ってるんですけど、そこに A コープみたいなとこあって、そこにあるんだよ出西生姜お茶っていうのが。はい、お昆布茶。うん、好きそうかもしれない。飲んでない。うわ、ちくめだな。おじゅあれです。出西生姜茶はマジでうまい。ていうか体にいい。あれこそ。生姜茶なんて聞いたことないんだけど。黒豆茶なら聞いたことある。いや、生姜の味がするお茶ってあったかい。生姜湯じゃなくて、あなんか甘い。いや、甘くない。うん。あご見せてよ、あご見せてよ。タブスケン受け止めなかったから、よっぽどなんかあるんだなと思うでしょ。いや、寒いけんだし。うまいの、うん、まあ、うまいっていうか、体にいい。聞いたことない。そう、普通に、そんなの出る出産症。甘くない、甘いお茶じゃなくて、甘い生姜湯じゃなくて。ん？生姜湯じゃないよ。健康気にしてるの？生姜湯と。いやいや、さっきまで野菜だの、なんか外食したら病気になるだの言って、気にしちゃいけねえとかよ。意味が分かんない。ちょっとこれつけてしまってこれ。生姜湯と。あれマルコスで。あと何湯かいな。木村さん早く君仕事辞めた方がいいよ。君も絶対その仕事向いてないから。紙芝居だっておかしな仕事してるよ。紙芝居。仕事じゃないんじゃない？ボランティアじゃないの？一日28,000円でるよ、紙芝居。へえ。自分で作っていろんなとこに行くの？いろんな福祉施設とか。マルタンこの大学の遊ぶ何それ。じゃ別の人じゃない、俺じゃなくて。何やトークしたっけ。ここで画面が歪んでる。そうなの。
熊野プーさん2ってやつ見なんだよ。野菜食べらんと。野菜何で残す野菜全部。いや、それは飲まん、食べんけど、これは飲む。バランスが悪いんだって、野菜食べるって感じと。うまコレステロール値が上がるの。私、人のことは言えんけど。うまできるこれ。おチョコじゃ開けねえだろ。普通のコップだわ。おチョコってもっとちっちゃいやつだ。木村スモッピお父さんや病院で痩せた結構マジ病院が食事が出てきてしかも完食なんかできないんですね病院は絶対、うん、酸素の食事以外は出ないの施設ならさおやつ出るけど病院だもん病院のおやつなんか出らんまあ内緒で微糖は持っていっとうけどうんもし見つかったらしかないかも。いや、そんなのあるんだよ。のコーヒーだけ持ってきてる。だって持ってきてって言うし。木村スモッピーに行ってやれよ。言いたいことあるよ。出るよ、木村。黒電話、いつ、あれです。命元気じゃない、死にそうです。じゃ、見ろ、ミラちゃん、来い。これ。ダメだ。
こんないいやつ。これ持ってるとダメだわ。もしもし。武器に見えるのか。ああ。確かにそうかも。何殺虫水って暗いってこと。やばい、8時4分や、行かねえと。DK 君が待ってるよ、DK 君が。DK 君が。イベントは帰ってから。お、ラムさん、復活したの？どこ行くの？サッカーだけど。いや、でも DK 君今日一人行ったよ。珍しいんだな。あんまり一人で行くイメージがない。一緒に行ってるイメージあるよ。なんでアカウント消したんすか？とんでもない応援するべてありがとう。ふふ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 ふありがとうございます。いや無視とかないよ。今日は誰削る？今日全員削る。今日全員削る。メリット、デメリットで絡まないからです。君はメリット、デメリットで絡むタイプだ。よいしょ。よいしょ。ポブ戻る。じゃあ皆さん、まあ、あのフアはまたフットサル終わってからイベントやります。お疲れ。